さまざまな呪物で強化された壁か。絹のスカーフ、DF のイニシャル入り。ダフネのものなら呪いを解くのに使えそうだ。ここに迷い込むのは大抵野良猫だけ。でも来客のようね。しかも遠方からの。私の家で何をお探し？もう見つけた。木の娘の呪いを解くつもりではないでしょうね。そうだとしたら。ならば時間の無駄だと知った方がいい。乳母から昔話を教わらなかった？この私、山猫山の魔女ですら、愛と願いの力を破ることは困難を極めるでしょうね。呪いはどうにかする。お前の助けなしでな。どうぞお好きに。幸運を祈るわ。ほう、俺を見逃すのか。結末はあなたがどうしようと変わらないもの。おしゃべりはおしまい。二度と会うことはないでしょう。銀はお気に召したか。古い鎧と骸骨。何者だろう。それで魔女に会ったんだろう。何が分かった？呪いを解いて彼女を解放できれば、スカーフとガレスの亡骸を捧げ儀式を行うんだ。だが正しい時間に行う必要がある。時間が来たら四方の風に捧げる4つの火を灯し儀式を始める。火だって？それならきっと役に立てる。木が必要になるだろう。たくさんな。切れるだけ切ってくれ。あとは任せろ。木を切って積み上げた。次は俺の出番だ。火を灯して木に囚われたダフネと話さなくては。どうなるかわからない。だから念のため離れていろ。もし俺が剣を抜くのを見たら逃げろ。汝の世界は生き続けん。
南風に乗り光が押し寄せる。秋の東風に乗り夏が訪れる。北風に乗り冬の雲が到来する。西風に揺られ汝の名は歌い踊らん。ダフネ、再び写しをによみがえれ。聞け、この樹皮の下に隠れし者よ。自分が何者か今こそ思い出せ。スカーフを見よ、恋人への愛の証を。てこった。一体何が起きたってんだ。俺のせいだ。呪いの解き方を間違った。解放したというよりも牢獄から引き剥がしてしまった。ショックで怒りと苦痛を解き放ってしまったようだ。やれやれ、うっかり者を雇うとそうなるんだろうな。少なくとも彼女の苦痛は消えた。木の中で苦しむことはない。金を受け取って帰ってくれ。様々な呪物で強化された壁か。絹のスカーフ、 DF のイニシャル入り、ダフネのものなら呪いを解くのに使えそうだ。ここに迷い込むのは大抵野良猫だけ。でも来客のようね。しかも遠方からの。私の家で何を納める。もう見つけた。木の娘の呪いを解くつもりではないでしょうね。そうだとしたら。ならば時間の無駄だと知った方がいい。乳母から昔話を教わらなかった。この私、山猫山の魔女ですら愛と願いの力を破ることは困難を極めるでしょうね。手伝わなければ後悔することになる。強制的にやらせるぞ。何が本当に私を激怒させるかご存知？虚勢や脅迫よ。それが私の家の中なら特にね。協力すればどちらも使わずに済む。あなたは今から死ぬのにどう協力しろ。あかんだ。負けたわ。
伝統では3つの願いを叶える必要があるみたいね。俺が来た理由は知っているはずだ。よろしい、手伝いましょう。あの娘を憐れむ気持ちはないけれど、魂を木に閉じ込めている呪いを解いてみましょう。なぜお前を信用できる？一度した約束は必ず守る。さあ行きなさい。あとは私一人でできるから。取引のことを忘れるな。約束したことは守るわ。さよなら。行け。気を見せるはずはない。見つけなくては。新しい血とはっきりした深い足跡。ジェイコブは逃げたんだ。犬に追われて。モルオルト、お前の主人はどこだ？クソ。ジェイコブの無事だ。クソ。魔女は約束通り木から亡霊を解放した。だが苦痛と怒りで暴れ回るとは言っていなかった。最初に出会った生き物に取り付いた犬だ。それから犬がジェイコブを殺した。さらばだ。騎士の心を持つキコリオ、残念な結末だ。人生はおとぎ話のようにはいかない。それでも人は何かを信じねばならない。